まあでも基本的にあんだけ酒飲んでたら多分普通に死ぬと思うんで、うん、あ,のあの死なんようにもう頑張ってどっかでペッって捨てたりそのどっかどっかでごまかしたりするときもありますさすがにえそうなんださすがにもう普通に無理っすね <laughs> そのあんだけ普通にピュアでちゃんと飲んでたらあーそっか、はい、確かにだな,、はい、なんかごまかすチップとかありますあえこれ言っ ちゃっていいんですかねああそっかいやあるっすよ全然あるっすか例えば一番熱いんはあのあ今打ってへんのかなスカイとかのまあスカイっていうボカスって考えちゃあのあれのなんか甘い普通にボトルま、あれ、ま、あれじゃなくてもいいんすけどなんかその中身あビールのボトルとかで見せて中身があんま見えにくいやつ をもうあらかじめ先全部飲の,のか全部バー捨てて、うん、でなんかこう持って踊るじゃないですか「あんねんショット飲もうや」みたいな「お行きましょう」みたいなでショット飲んで,でバーン乾杯してはいっていうことで今回のゴーデンラッシュポッドキャストのゲストはキャンディーやモニーホース プレイソンなどビッグなアーティストを客演に迎えた遊びが今爆発的に人気急上昇中。全国でも高い評価を得る DJ のトップに切り組でありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。マジで遊びエグいっすね。ありがとうございます。マジでバチャガレす遊びは好きですか。好きです。遊びの好きです。なんか自分としてはまあみんなで作り上げたものなんですけど、はい、クラブでガンガンかかってほしいなと思って 思いを込めてて作って、はい、で今すごい本当に DJ の方たちも、はいろんな全国のクラブでかけてくださってて今いい感じにその多分クラブヒットになってるんじゃないかなと思ってます完全にそうだと思います最高っすねい <laughs> いややもなんか聞くっすいやもうだって TikTok とかもでもめっちゃ聞くし。そうっすよね。なんか TikTok で結構バズってるっていうのを聞いて、全然知らんくて最初。はい、あ、マジっすかで、なんかその、そっから TikTok でバズってるっていうのを聞いてから、自分も TikTok やりだして、ちゃんとやりだしてとか、なんかやりだして、<laughs> はいはい、曲のプロモーションにもなるわと思ってやってたら、 いつの間にかはまってもうて、なんか沼,沼みたいな感じ、抜け出せへんみたいな、なって夜寝れへんみたいなパターンが最近多いっす。<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> ねっい <laughs> いやいや、でも分かるっすね。あれはもう、なんていう、そういうふうに疲れてっすよね。いや、もうあれだ、結構アルゴリズムをちゃんとしてると思うんでちゃんとしてる。めっちゃおもろいコンデンツ流れてくるし。はい 結構お笑いとかも流れてくるじゃないですか。はいはい。それとかもずっと見てまうんで、危ないな。危ない、危ないアプリ。そうですね。でも本当にこの俺の作ったコンテンツとかも一気に TikTok でそうです。それを自分逆に TikTok で見て、すげえ、そんなポッドキャスト日本でやってる人いるんやと思いながら見てて、あんまりないじゃないですか、ポッドキャストって。はい。なんかアメリカではめっちゃあるイメージ好きそうなんですよ。だからすごい、それで、しかもなんか結構。 アップカミングな次絶対来るやろなみたいなアーティストさんとか呼んではるんで見てて面白いと思います。TikTok 何万人になるまで動画公開します。おはようとか思いながらめっちゃ見てましたね。いや本当にありがたいことにありがとうございます。いやいや、こちらこそまさかこんな早くこういう機会が来ると思ってなくて、こういう機会そもそも来ると思ってなかったんで。いいいやややそそれこ わか多分、東ニ人気がフォローしてくれたのかな、そうですね、あそうですよね、そうそう、それで、おーみたいな、はいはい、で、うわ、めっちゃ美味しいの、多分コメントもしてくれたんですよね、そうすね確かそうそう、それで、うわーみたいになって、はいはい、で、ぜひぜひってて、名前だけ、もう、名前は聞いてて、あノリってわかりますババーバーの ああもちろん、いちのを聞わたんですよ。それで、そのドーピングの来る話を最初聞いたんですよ。ははいいああ、そういう人がいるんだっていう。さっきまで連絡取ってました。あ、マジっすかって、ノニも日本日に帰ってきてるじゃないですか。はい、帰ってき自分知らなくて。はい。でおなんかリラリラちゃんがあげてたんかな。リラックスがストーリーなきとかなんかで見て、それで、お帰ってきてるってなって、そっ連絡取ったんですよ。ああ、そうなんですね。それで知ってて、で遊びを聞いて、やばみたいな。はい。あおわーみたいな えあれはどういうふうにそのさっきクラブで作れるようにっておっしゃったんですけど、はいまあ、自分はそも,もともとそのユートっていうトラックメーカー兼まあ DJ、はい、まあ世界的に有名なバトル DJ のユートってやつがいて、はい、そいつと一緒にあの楽曲を作ろうってなったんですけどもともとは,い、はそのどっちかというとヒップホップを聴くそうというよりかは、うん、まあヒップホップにもそのあんまり免疫のないような方たちでも聴きやすいような曲を 真に作ってたんですよねでもなんかだんだん自分もクラブで現場で DJ してるのもあるんで、はい、んそのクラブでガンガン自分らがかけれるような曲もちょっと作っていきたいなってなってでその時にちょうどユートがそのビートを送ってそういう自分がめちゃくちゃいいと思ったビートを送ってくれてでそこでプレーソンに相談した時にそのあこの曲このトラックでやりたいですよってなってへ<ー>でもう一人あの。 誰か入れたいなって話になった時にもう僕はリンクがなかったんですけどその時、はい、キャンディーとやれたら熱いなって思っててでプレイソンもキャンディーとやりたいって言っててで一応プレイソンもリンクはない,、えー、ないって話になって、はい、でまあプレイソンの方が、まあ、アーティストサイドやしその多分その自分よりも全然そのストリートにいるというかはい、はい、そういう感じなんでなんかキャンディーとのリンクは僕に任せてくださいってプレイソンが言ってくれてああそでそれで 待っ,て待ってたらたまたまその自分とプレーソン,とキャンがキャンディーとリンクした日が同じ日で,<ー>でたまたまその日に一緒にパーティーできたんですよ、ね。マジっすかそれで,で作ろうかってなって<ー>で、まあ、結構期間は結構かかったんですけど結構1年ぐらいかけてやってビデオも含めてなんですけどそれで、まあ、リミックスとかも作るって決まってから、はい、でそれで作ってでようやく今年の4月。 にリリースででできたたっって感感じじすすねねそうういだんもうガンガン自分が自分結構その US のヒップホップ中心の,、はい、そのメインストリーム中心の楽曲で DJ することが多いんですけどあそうすなんかそれに合ったようなそのかけても違和感ないような曲をうん、うん、やりたいなってずっと思ってて。 で、その今回ようやくそういうのができたって感じです。へえー、やばいっすね。え、曲のコンセプトとか、そ,その相方の方と、どういうふうな、トーブリンクがどういうふうな書かれ方をして、こういう感じなんで,なんでその、ユウトがもう、はい、トラックも作れるし、はい、なんならそのミキシング、マスタリングもできちゃう、スーパー、スーパーやばいやつで, <laughs> でそのユんトがその 送ってくれたビートとか僕がートにこういうビートを作ってほしいって言ってもらいましたビートをうん、うん、結構あいつはすごい早いペースで曲を作ってくれるので、はい、それで来たものを聞いて<ー>それであこれ絶対このアーティストにはまるなっていうのが自分の中で決めたやつをはい、はい、そのアーティストさんに相談させてもらって<ー>でそれでお互い OK になったらその制作するみたいなでその時の曲のコンセプトとかはだいたい自分が。 決めさせてもらって、うんうん、そのコンセプトをもとに、そのアーティストの方にリリックを書いていただくみたいな感じで、<ー>でそれで、まあ、極力、まあ、全員とはできてるわけじゃないですけど、極力スタジオ入るときは一緒に入ってうん、うん、いろいろその内容も確認しながらレコーディングするみたいな感じでやってるって感じですもんね。これからもそういう、どんどんそういうふうにやっていこうっていう。ああ、もうめちゃくちゃやろうと思ってますね。えー、もう結構そういういのがなんか もともと自分名義の曲が欲しくて、はい、でその結構そのこういう世の中のこういうご時世になってからそ,、ね、そのなんてんていうですかね自分でトラックを作ってみたいなと思ってあ<ー>あの DJ 寛治君っていうんですけど、はい、その DJ 寛治君に。その 家で教えて,もらってたんんかこうやって作るんで1曲ぐらい作ったんですけど、はい、まあなんかむずーってなって <laughs> んかこれ時間かかんなーってなった時にちょうどそのその雄斗って自分同い年なんですけど、はい、そ,のそういう話になってで 2>, <ー>2人でやったらいいのできるんじゃないかっていう話になって<ー>そっからやりだしたんで,なん,です、ね、なんかもうその今雄斗と,と2人でもどんどんいいもん作っていって。はい もうクラブソングもそうですし、うん、他の内容でもいいの作っていけたらなっていうのはめっちゃ思ってますええー、新しくないですかなんか曲を作る DJ とかまあ有名どころで言うとチャリーさんとかたつきさんとかあと亮さんとかさんとかそうですねはじめさんとかもやってあります、ね、あそっかそっかそっか結構皆さんやってると思いますコンセプトあの人たちはあまあ作り方ちょっと分かんないですけど、はい、なんか多分自分で結構コンセプトまあコンセプトも固めてやってるのかな、はい そういう感じななのかな<あ>そういういやっぱり動きって最近やっぱり DJ の中でも多かったりするんですかそうですね多いと思いますね、はい、なんか結構自分めまあアメリカでもそういう DJ 結構多いと思いますしうし、ねうんうん、一番簡単なで言うと、まあ、もう DJ キャレドとかすごいです 確かに、まあ,かにあっこまででっってまあ,でもなんかああいう感じでや,やりたいなって自分は思ってたんでなるほどあ,あっこまで強いキャラだするか分からないでもなんかすごいそのひいろんなアーティストさんと <laughs>、うん、そのかっこいい僕はまあ DJ やってるんで、はい、クラブ漫画を中心に作りたいなっていうのすごい思っててでやらせてもらってるって感じですえちなみに DJ を始めた経緯とかってどういう感じだったんですか えっと、DJ 始めた経緯はもう自分が、えー、15歳ぐらいの時に、はい、その DJ をしてる友達とつながって、はい、で今でもお世話になってる先輩とかそのタイミングでつながって、はい、でやりたいなってずっと思ってたんですけどはい、はい、でその1718ぐらいでようやく機材を買ってで18で 人前で、やりだしたって感じでですね、えー、でそのやろうと思ったきっかけは、はい、まあなんか周りとかバンドとかやる人増えるじゃないですか。ああ、そうですね。それでなんかあ、みんな自分の好きな音楽でなんかやってるなっていう友達が周りの中で、ヒップホップ好きな子全然周りいなかったんですけど、はい、その DJ の友達も,もう同じ学校とかではなかったんで、はい、ただその中でまあ、その、 やっぱみんなのバンドの活動とか見てると羨ましくなっちゃってヒップホップでなんかできることないかなってなって、はいでまあ、ダンスとかは絶対できひんしうん、うん、ラップも別にそんなやばいリリックかけるとは全く思ってなかったんで<ー>もう DJ やろうかなみたいな感じであ<ー>まあそういう環境もあったんでそれで成りきで始めたって感じですようん、うん、そういう感じだったんですね、はい、えちなみに昔からずっとヒップホップやっぱ聴いてた感じだったんですかえっと自分は小学校2年生の頃に、はい あのその時自分その親の仕事のきっかけでアメリカの方住んでたんですよ 2>、はい、小2から小6始まる前ぐらいまで住んでて、はい、でその時にあのその時通ってた小学現地の学校の友達が「はい、そのこれ聞いてみ」みたいな CD 渡された、はい、DMX の「えっと、<laughs> And the o t h やったっけなんかその「ーティーアップとかが入ってるアルバムやったんです、はい、はい でなんか聴いてみたらやばーみたいになってで僕はその初めて聴いたのがさっき言った「パーティーアップ」っていう曲でうそれでヒップホップってかっけーってなってでそれでなんかそこからメインストーリームのヒップホップ聴き出したって感じですねあそうなんですね、はいえー、結構昔からその育ってる中で好きだったアーティストと書いてたり僕とかが小学校それこそアメリカ行った頃に流行ってたんがそれこそもうフィフティー・セントとかエミネムとかウ、はい、ルダ・クリスチ・チンうん,うん、うん まあ、リルジョンとか,とかが結構ラジオとかにかかってて、うん、あとなんかヒップホップ以外にもグリーンデーとかあとマルーン5とかめっちゃ流行ってましたね<ー>ブラックアイドフィーズもめっちゃ流行ってましたねいつぐらいにアメリカにいたんですか、えー、っと年齢で言っと八8歳から、はい、ほんま11歳の中盤終わりぐらいまで,です、ねえー、2> 小2から小6ぐらいまでで,うん、うん、でまあ帰って 日本帰ってからもずっとそこからもう US のヒップホップを中心に聴いて育ちましたねそうなんですねえっもともと出身とかはどこら辺なんですかは僕は、えっとまあ、兵庫県のずっと DJ してたのは神戸、はい、でで、まあ、地元はちょっと神戸から車で40分ぐらいの田舎んとこなんですけどうん、うん、サンダーってとこなんですけど、うんはい、そこでずっと育ってたんですけど、はい、まあでもそこではもうヒップホップ聞く 人友達も全然いなくほんまにその地元の友達がギリ聞いててリップスライムみたいなでも逆に僕リップスライム全然知らんしゃ <laughs> い,はい、はい、感じででもで中学高校でもそういう友達にあまり出会えずうんまあ高校でギリギリ違う学校のコーラでそういうカルチャー好きな子はちょっと何人かいてぐらいのはい、はい、で大学でも別にまあ数人ぐらいしかいずみたいな感じで。はいはいはい でそこから東京出てきたんですけど東京来てからめっちゃそういう話できる人だらけで来たんでめっちゃ楽しいみたいな感じですあやばいですねい,いつ東京に来たんですか <laughs> 自分は6年前ですね20<ー>今28なんですけど今22になる頃ぐらいに上京してきましたねはいはい、はい、それはもう DJ やるって決めて DJ やるのとあと今その自分 DJ 以外にそのレコードプールっていう DJ がえっと音源をダウンロードする、はい えっと、プラットフォームがあるんですけど、はい、DJ シティっていう、そこの会社で今働いてまして、<ー>で、そこのオフィスが東京にあるんで、はい、それがあるから、こっちに来たっていう方がやっぱでかいですああ、そうだったんですねで、その、自分が今働いてるところもすごい自分の DJ 活動とか、はい、こういうその曲をその作ってリリースするっていう活動とか、うんうん、めっちゃプッシュしてくださってるんで、すごいありがたいことに。えー、なんで、その、一応その、 平日の昼間は大体そこの会社の業務をしながら夜、週末とか DJ したり、あとそういう空き時間そういう制作したり、制作とかまあそういういろいろ考えてるって感じです、ねはいはい。そうなんですねえ基本 DJ とか週末とかが多いですか週末がほとんどでする。まあ平日もちょくちょくやるんですけど、週末を重きに置いてやってます、ねはいはいはい、どういう比べで今えっとまあ今結構その6 まあ、自分が結構 DJ してるのは六本木とかにあるインターナショナルなクラブが多いっす、ねはい、ああですね。ワンウォークとかあとミュージーライフってとことか、はい、あとえっと待ってください、えっと、あ,あとゼウスってとこ、はい、で、えっとかを中心にその結構外国のお客さんも多い中でやらせてもらってたりとかあとは結構。 地方に呼んでいただいたりしたところで D.J. したりとかが多いっす、ねうん、ですね。そうですね。そのヒップホップのクラブを中心に、あとはあとシビアで言ったらレップとか、はい、ああ、あとハーレムとかでもはい、はい、あのたまにやらさせてもらったりとかそしています。すええー、そうかそうか。うかいやでもそのワンオクとか結構海外のお客さんとか多分はい、はい、多いっすよね。ねやっぱ日本の 例えば日本人しか入んないクラブとかも多分あると思うんですよ。やっぱワンオークとか東京で多分外国人多,分多いと思うんではい、はい、そういうワンオークとかあると思うんですけど、はい、やっぱかける曲とか違い違ったりします全然違うとは違うんだ。むしろぶっちゃけ自分はまあなんかその日本のヒップホップを使ったクラブプレーがまだそのそこまで得意じゃないんで<ー>あ結構そのバカギりの現場やったら全然できるんですけど。うん 結構その考えて DJ することがまだそんなに得意じゃないんですけどはい、はい、まあでもやっぱりその日本のお客さんがいるところの方が日本語ラップの需要はもちろんあると思いますしうし、ねうん、まあでも共通してヒットしてるその US とか UK の曲とかもありますしただやっぱどうしてもやっぱりその外国の方の比重が多い時ほど日本のヒップホップが まあかけるとしたらほんまにトラックでいけるやつとか,だからそういう意味では自分が出した遊びっていう曲は,僕は結構トラックもめちゃくちゃやばいなと思って選んだんで結構両方でいけるんですけどまあでもなんかその結構そういう曲めちゃくちゃ最近増えてると思っててその日本のヒップホップの中でもその DJ としての観点なんですけど DJ として そのクラブプレーをするにあたってやっぱその US の曲とか海外の他の曲とすごい混ぜやすい曲がめっちゃ増えてきたなっていうのはう今すごい印象自分の中の日本のヒップホップ史の印象を、ね、そうなんですねどう,どういうふうに変わってきてるって感じですかいや結構リリックの使い方がなんかめっちゃ面白いあ,あとフローとかあ,ーあとその歌いながらラップする子も増えてきたし、ね、ー確かにで なんかめっちゃええやんってなってはい、はい、売れるっていう多分何外国の方何言ってるか分からんけど売れるわみたいうう、ね、な曲もめっちゃ増えたと思いますしなるほどあとやっぱトラックじゃないですかねそ,っかその、U、ないうんですかねクラブ US のヒップホップクラブヒットみたいなやつに近い曲もめっちゃ増えてきてると思ってるんんかそういう部分ではめっちゃ DJ もしやすくなって飽きてるんかなって思いますねちなみに 結構気になるんですけど、はい、日本の人が多いクラブでは、はい、あの受けるけど外国人に受けない、はい、また逆もしかりで外国人がいるクラブでは受けるけど日本人のクラブでは受けないみたいな曲あったりしますああ<ー> DJ やっててむずいっすねまあでも極端な例で言うと、はい、多分日本の方がいっぱいいるクラブで、はい めだるま、バーンってかけたら、はい、もうドーンってなると思うんですけどその英語日本語わからない人が「なめだるま」聞いても絶対になんやこれってなると思うんですけど確かに確かにそうかもしれないあれって多分もうそのあれはもう日本語の美学が詰まったっだと思うんでな <laughs> めだるまさんに、ね、確かに確かに確、はい、かに確かに確かに確か そういう曲はあんまり、まあ、そもちろんそのトラックとかがかっこいいかって好きな外国の方もいると思うんですけど、はい、なんかバチバチクラブプレイするときやったら、その外国の人が多いところで、そういうナメダルマさんの曲とかかけたりするのは、また違うんかなって思ったりはしますねなるほど。確かに確かに。あとはその逆、え、その逆なんでしたっけ逆それこそあの外国の方がめっちゃ盛り上がるけど、日本人シーンとジャンいなああ。 あ例えば、はい、あとミークミルの「ドリームナイトメア」とかは、はい、多分あれはそれはもう意味,意味,もうその意味が深すぎると思う <laughs> そうですね確かにそ<の>確かにそのだからその例えば僕結構その沖縄で DJ することめっちゃ多くて「あドリームナイトメア」とかを米軍さんのまでかけるとどこを切ってもみんなずっと歌ってるんですよへ、えー、あれがなんであんな流行ってるかっていう理由 で結構その,その日本英語わからい人は多分わからないと思うんそうですね。ま、それはまあもちろんしゃあないことですけどうん、うん、でもなんかその何て言うんですかねそれをそういう日本語のヒップホップ好きなヘッズにそれをかけてもな、うんやこれ多分慣れたら慣れてますよね。そうですね。そういうまあ極端な例で言ったらそうですから。なるほどね。それあの札幌の廊下の DJ も行ってました。あほんまですかはいはいはい。なんかえっとフロリダに行ったのかなはい、はい なんかその子ジャマイカに行っててで帰りのトランジットってフロリダやったらしいんですけどもうみんな歌ってたってグミの音りで見でも日本でやってもめっちゃ滑るって言ってましたねまあそうっすねあれはもう結構その音楽だけじゃないと思うんでそうっすよねいろんなバックラウンドもあったりとかあるっすよね確かになでもそれをそうっすね難しいっすよねやっぱ日本の日本って結構ええ 英語が多分めっちゃ遅れてる国やと思う。あーそうですね。なんかそれさえなければ、もっと多分やばいことになってると思うんですけど、そうすよね、なんかそれがちょっと、まあ、これはもう僕個人の意見ですけど、<laughs> まあでもなんかそれでが若干妨げになってる部分あるんちゃうかなっていうのは正直なところは思ったりするんですよね。だからその結構なんかセンシティブな、なんか <laughs>、 結構神経使うジャンルやと思うんですよヒップホップ。そうですよね。確かに確かに、ほんとそうかもしれない。結構いろんな歴史的背景とかあるっすね。だからまあ、でもその部分を日本人が全部理解せなあかんのかって言っ僕は,そう,は分かそうじゃなくてもいいと思いますし、人それぞれ14年間はい、はい、から。そうですね。やっぱなんかこういう音楽やってるやに携わってる以上は、まあ、ある程度は知っとかなあかんのかなって。そういう部分全て含め、まあ、めっちゃなんか。 つけるでかい話になってますいや全然いいですよ全然いいですよなんかそういう部分を含めたらやっぱその日本では流行らん曲っていうのはもちろんあるのかなそれこそドリマンナイメージとかそうですねなるほどなえそうかそうかそうかちょっとちょっと変わっちゃうんですけど DJ ってすごい大変な仕事だなと思っててなんか俺からしたらなんですけどやっぱクラブにずっといなきゃいけないわけじゃないですかそうっすねそうっすよねでまあ 多分自分も好きなんですよ。週1、週2行ったらもう結構きついみたいな、多いんですけど、やっぱ慣れるもん、どういう、なんかあれなんですか、あの大体のスケジュールで行ってるんですかえー、大体のスケジュール、いや、まあでも、クラブがあるときは、例えば、金番、はいまあ、からクラブが始まるじゃないですか。はい、ってはまは、まあ、金曜日適当に起きて、まあ、仕事をして、はい、で、いや、でも、金曜日え、どういったんやろう、クラブの。 もう日々のスケジュールルーティーンっていうのがないんで <laughs> あそっかまあ基本的に平日は大体10時から12時 <laughs> ごめんなさい <laughs> 大体基本的に平日は10時から12時の間に起きて <laughs> でもう起きて仕事してでまあその日に現場があるのであれば一回仮眠は取るようにしてますね仮 <laughs>、ね、眠取るようにしてから現場出たりとかするんですけど <laughs>、はい、まあ どうすか,、ね、なんかまあクラブまあでも多分 DJ してる人とかでそのパーティーする人が多分好きやからパーティー好きかつ好きな人が多いから多分もうそれ,それが好きでやれ,なんかやれてるっていうのはあると思うんですね結構自分の中で結構やばいんちゃうかなと思った話が一個あってほんまにその結構そのありがたいことに。 5日連続とか DJ が続きとかあるんですよ。で、でも結構体力的にはきついじゃないですか、正直。で、もう4日目とかもエグいみたいな、結構喧嘩やなみたいな。そうですよね。でななるんですけど、その4日目起きた時に、あと2日かとか思いながら起きたりするんですけど、それでまあ結構もう頑張って、しゃ、体力戻ったしクラブ行くかみたいななって、クラブ行くじゃないですか。で、自分 DJ して、DJ 終わってから、その、 ちょっとゆっくり座って周りがうわってんか次の DJ でもまだパーティーが続いてんの見てやっぱ俺ここ好きやわめっちゃ落ち着くわみたいな気分になったんですよ家にいる時よりマジそれも俺結構危ないんちゃうかなって思ってなんでこれでめちゃくちゃ安心してんねんみたいな落ち着くわみたいな感じでめっちゃうるさいし人もうえやってんのになんか一人で緑イ飲みながらあええな <laughs> 調子すこわみたいなすごで俺多分もうその病気の領域まで来たんちゃうかなとか思うけでもそれが好きやからやってるやろうなみたいなそういうことかやっぱなんか DJ してて、うん、なんか人が楽しんでんの見てなんかあ楽しませれてよかったみたいなうんで落ち着いてそれをみんなが好きなんか分かんないですけど、うん、なんか落ち,落ち着くんですよまあ DJ してる時とかはめっちゃなんか楽しんでるんですよ これ、好きやんな、やろうみたいな。<laughs> 俺もみたいな。はいみたいな。<laughs> やって <laughs> 俺も好きやん。<laughs> やんなみたいな感じでやってるんですけど。<laughs> まあ、こうってか、らなんかもう。まあ、一仕事、一応仕事なんで。お <laughs> 仕事をやって。はあ、びっ,っくりした時に。なんか、その周りがいいや。やってるの見て。<laughs> あ,あ、これや。 っすごいな。病気かもしれない。病気かもしれない。職業業界すごい。結構それあるかもしれない。特に自分が週末やらせてもらってる箱が、やっぱり結構ボトルとかもドーンと開いたりして、パレードみたいな状況になるようなの毎週見てるんで、それになりすぎて、ちょっとなんかあかんなみたいな。 まあ言うて海外のクラブもそうやと思うんですけど、クラブととかもそうと思いすうん、うん、僕も一回ラスベガスのクラブ行かし何回か何回か行かしても、うんうん、もうあこれがクラブのそれで <laughs> 見てから、なんかそれ見てたらなんかだんだん自分はまっていっても、えー、別にお酒全然好きじゃないんです。全く好きじゃないんですけど、めっちゃ飲むように見,見せ、あれはもうあれですね。もう SNS の怖いとか、か勝手にそういうキャラになったうみたいな。なんかそんなやったらお前嘘つけって先輩とかに言われそうですけど、怖みたいな。でもなんか <laughs>、まあでも基本的にあんだけ酒飲んでたら、多分普通に死ぬと思うんの、うん、あの、あの死なんように、もう頑張ってどっかでペッって捨てたり、その、どっかでごまかしたりするときもありますさすそうなんだ。さすがに。もう普通に無理っすね。<laughs> その、あんだけ普通に。 ピュアでちゃんと飲んでたら。ああ、そっか。確かにだど、なんかごまかすチップとかありますごまかすップとかありますああこれ言っちゃっていいんですかねああ、そっか。いや、あるっすよ、全然。あるっすか。いや、例えば、一番熱いんは、あの、あ今売ってへんのかなスカイとかの、まスカイって。あれ、ぼかす感あの、あれのなんか甘い、普通にボトル。はいはいはいまあ、あれ、まあ、あれじゃなくてもいいんすけど、なんかその、 中身あビールのボトルとかで見せて、はいはい、中身があんま見えにくいやつをあらかじめ先全部飲の,のか全部バーッ捨てて、はい、でなんかこう持って踊るじゃないですか「あんねんショット飲もうや」みたいな「あお行きましょう」みたいなでショット飲んで,でバーン乾杯してこう,こうやってこっち飲んでるふりして全部こっちバーンって <laughs> みたいな。 っていうのはなるほど。あれ結構、あれですよ結構、女の子とか使った方がいいと思うんですなるほど。先僕もそんな強い方じゃないんで、そういう時に、もう、そう、こう、ごめんなさいと思いながら、さすがに、その、買ってくださってるとそ,そうですよね。そこはもう、リスペクトはこもってますよ。は,は,いはい、もちろんね。酒なんかいらんとかじゃなくて、<う>ありがとうございます。はい、そうですね。いただきます。はい こういう感じでしてもらって。で、ほんまにやばい時です。もちろん、飲む時のときの方が多いですよ。あと、ここ2回飲んだら、吐くわとか、通れるわ。はいはいはい。なんなら、もう多分、次の日、もう動かれへんとか、明日なんかあるし。で、時は結構やるっすね。ああ。明日もほんまにもう、なんかその、もう、マジで限界の時きです。で、それで、だんだん溜まっていってるみたいな。 でちょっとトイレ行って、クロスワーとか言ってピシャンと全部捨てて <laughs> はいリ,リセットなるほどわ、まあ、でもこれはそうです女の子とか使えるっすね女の子は使ってそうですよね結構そういうの飲んで危ない時とかはうんうん、うん、確かに確かになるほどあ<ー>あそうっすよね大変えでも結構クラブとか行ってこういう関係とかもす 勝手に俺はインスタグラム見せてもらってるんで、結構なんていうんですかね、もう今の日本のトップっていうようなそのアーティストとかとすごいこういう関係があると思うんですけど、どういうなんかやっぱクラブでのつながりが多いんですかクラブでのつながりとか多いですね。はいはい、あとはその自分、今はもうやってないんですけど、年末までその宮地ってラッパー、ライブ、DJ もずっとやってたんで,そですよ、ね。はいそこで そそのの出会ったりとかもそのライブの現場なんではい、はい、アーティストさんと出会ったりとか、はい、あと自分が今やってる仕事とかもその日本のヒップホップアーティストの方に連コンタクト取って<ー>でその楽曲を DJ にプロモーションしませんか<ー>仕事をしてるんではい、はい、そういうのも含めてそのラッパーの方と出会う機会が多くて、はい、まあ結局クラブであったら一緒に遊んで仲良くなったりとかあ,、はいはい、あとはなんかそこでつながってた同士であなんか 話聞いてるよとかで、じゃあ遊ぼうぜって,て仲良くなったりとかが、<ー>多いっすね,そうですね結局やっぱ現場であって、仲良くなって、感、はいいはい、そうなんですね。はい、結構、一番仲いいラッパーとか、カーテンの方とかいますよ。えー、プライベートでも遊ぶような人とか。 結構割とみんな、その例えば仕事で東京来たときにアフターで遊ぼうってなったら割と連絡くれる人だったりとか、あとは自分が現地行って遊ぼうやって、誰が一,一番とかはあんまりま、でもほんまにめっちゃ近今住んでる自分が住んでる家の近所でめっちゃ仲いい人って言ったら、それこそリラックスとか。あ <laughs> カレー作りすぎたが来てやみたいな。あ、行こうわ。みたいな。えあるっす。いいっすね。そうなんだ。たまたま来んじゃった。それう仲良くなって。え。そうっすね。そう出会いとか忘れたのってくらいに仲いいっすばいいっすか。結構長くずっと仲いい感じじゃん、そうっすね。飯も全然二人で行ったりとかします。え。そうなんだ。リラックスくめっちゃ酒飲むっすよね。 あ、もう酒はあんま飲まんでええかなって感じじないですけど、あいつバリ飲むんで。にそうですよね。そうです昨日とかも、なんか、あの、曲作るときはルーティンとかありますかみたいなことを聞いてたら、これっすねとか言って、お酒飲んでみたいな、飲んだら仕事始まるみたいな。ああ<ー>。仕事するたびに飲むみたいな。ほまんがいや、いやもう <laughs> よかったけど、あいつ仕事のときも、パーティーするときも全力で飲んでるっていう。<laughs> そうですよね。確かに、うん、確かに。 あいつ酒飲むっすねとも曲やってるんですけどあそうですねもうほんまに一番最初に出した EP のにリラの曲があって、うん、はいはいその時も飲んでたような気がする、まあ、酒好きです、ね、<laughs> 酒好きですよねちなみに酒はそんなに好きじゃないって言ったんですけど好きじゃないっすね好きじゃない全然好きじゃないっうんですね <laughs> いやなんか酔っ払って例えばそう友達とパーティーする、はい、その友達とか先輩とか ときにみんなで酔っ払って騒ぐっていうのは嫌いじゃないですけど飲む過程が全くその味が好きじゃないですああ、なるほど、なるほど。だからそれが好きじゃなくて、だからもう例えばアルコールのベイプみたいなあれば僕はそっち取るっすね。マジっすか、そっかそっか。お酒飲むの好きちゃなんですよね。 おっちゃんらが、この喉越しが変や。ああ、はい。言うじゃないですか。これコーラでええやん。みたいな。ってなっちゃうっすね。炭酸水の方がえぐいやん。みたいな。っていう。<laughs> 喉越し。<laughs> 喉越しやったら、今日炭酸水ガーンいってる方がえぐいやろ。とか思いながら、なんていうなっちゃう、ね。そうなんだ。えー、ビール好きじゃないんで、じゃあ味が美味しいと思わないんで。えー、ビールもワインも。はい。ビールもワインも両方ともダメですか、はい そうなんだ。その好んで全然テンション上がるんですね。えー、まあなんか唯一自分がお酒を 頼むのが、はいま、お茶杯っすね。ウー,ーロンハイとかはい、はい、緑杯とか。でももう海外のクラブ行ったら地獄っすよ。何 <laughs> も,もあらへん。お茶入ってないねんって話じゃないですか。だから、海外のクラブとか行ったらもうなんかビールとか飲んで好きでもない、半分ぐらい飲んでぬるいビール最後の方持ってお腹タプタプやしみたいなのが多いっすね。<laughs> そうなんだ。うわー、すごい。 <laughs> 確かに、はい、いや海外行ったらえぐいっすよねさっきラスベガスからの話し,したんですけどああなんかそのそれこそほんまに僕その時行ったんからその会社の人に連れて行ってもらって、はい、23ぐらいの時で,でその金も,も、まあ、今もないですけど別にその時も持ってるわけでもなくうん、うん、でレッドブルウォッカーを買おうと思って、はい、で買いに行ったら3倍で70度ぐらいしたんですよ、はい、え嘘だレッドブルウォッカー3倍で 6070<ー>ドルぐらいしてあ三3で3倍3倍するやろすみますかおえっいっぱい800円なんちゃうんとか思いながらなめ,なめとってもうえぐお思ってでそれでしかもこうみたいな。 やっぱり恋しこいつらの酒みたいなってなってもって <laughs>、だからもういい思い出ないですね、アメリカでは。あと, <laughs> あとどこやろ、あと僕、<laughs> ダラスとかで2、3回でイジーしたことある、はい、その時のそののびっくりしたんがそのが、あの人らって、日本ってショットグラスに入れて、ショットクッて飲むじゃないですか。はいはい、あの人は普通にカクテルグラスとかに、もう、そのワンゴックンじゃなくて、もう 2.5億くんぐらいの量入れ,入れおるんすよ。もうほんま、はあ、みたいな、<laughs> こんなアジア人のだら死ぬぞみたいな量をいっぱいでかましてきおるんすよ。でテキサスの人、<laughs> クラブの人らって。それでもうほんま DJ、DJ2 現場あるときとか。あその <laughs> その2現場あった日とか、2現場目でもうこんなんなっとって、なんかもう、あいつは大丈夫かみたいな、あいつは大丈夫かみたいなずっとなってて、死に物ぐらいで DJ して、でもなんか、結果耐えてよかったみたいな日とかあってもういい思い出なくて、いつも先でその一緒にその呼んでくれた人とかも、超パーティーやろう、う超パーティーおしゃべりクソやろう。 <laughs> そのいるじゃないですか。パーティー好きで <laughs> パリ一生喋っとみたいな。生きいつすんねんお前みたいなやついるじゃないですか。みたいな。<laughs> もう振り回され振り回され。こいつ日本から来てみたいな。まあもちろんその <laughs> 紹介するためにも。<laughs> そのご国君のショット渡され <laughs> みたいな。もう死ぬみたいなのが普通に続くみたいな。うわー <laughs>、まあその。結構アメリカってクラブの。<laughs> 見方カオスやなって思う時多いっすねやっぱみんなもう,、ね、もうこんも僕よりも何倍もでかいやつばっかなんでもうやっぱキャバちゃうしみたいなそうっすよねやばいですめっちゃ面白いっすすごいっす,すごいっすよねアメリカでパーティーし,してて一番楽しかったのは、はい、その今もあるんかなえっとなんかそのテキサスの、はい、ダラスの方かなダラスかフォートワースか忘れたっすけどのなんて言うの バックスみたいな名前のストリップクラブがあって、はいで、そこで結構いろんなジャンルかけながらストリッパーが踊っとみたいなところで DJ させてもらったときに、えー、その時にもうあの結構いい感じに DJ させてもらって、はい、でその店のオーナーの人もめっちゃ喜んでくれて、えー、でなんかその多分その日の売りのの売上げがその1年で一番良かったみたいな時に DJ できて、えー。やばいっすねで その時僕誕生月やって、で、ん、はいはい、かオーナーの人もお前の DJ がいいからこういい感じになったわみたいな言ってくあざーすみたいな。<laughs> で、それでその時に、その、もう好きなもん食ってからみたいな、そ,のそこなんか飯、飯、飯も出しつつストーリーいあーはいはい,はい、はい、で結構飯見てて。でも、はい 何食ったらい,いか分からんから、はい、おすすめのお願いしますって言って出てきたらバリでかいステーキとバリでかいロブスターとマッシュポテトバーンって出てきて <laughs> えぐみたいな値段見たら結構ええ値段するやんみたいなみたいなの出てきて女のケツブワー見ながらずっと肉とロブスター食って楽しいみたいな <laughs> でやっとったらその閉まる1時間前ぐらいに、はい、ステージに1個椅子バーンって置いて、はい、でお前はこ座れみたいな、はい、お前今月誕生日やろと で恐ろそ座ったらもうトップレスのストリッパーが6人ぐらい <laughs> ビーンって俺のインダクラブかなんか抱えながら <laughs> 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 僕の周りめっちゃこう <laughs> 歩いとんすよすごいで一人上乗ってみたいな <laughs> でストリップ初めてとか言ったんですけど <laughs> <ー>そのストリップ自体がはい、はい、うわみたいな「やっば!」みたいなもう俺夢見とんちゃうぐらいになって。 でその動画とかもはいとっていは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 いあいは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 いないはいは、ね、いはいは <laughs> いは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 んはい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 すいはいはいいは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 いそいは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 百はい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  DJ してる時のチップがあってそれでなんか靴とか買いましたおおやばいっすね <laughs> 一晩で靴変えた、はい、その普通にその出演料とは別であそういうことですよねかその,なんかそのバーンみたいなばらまくやつらのそれが DJ ブースの周りに集まった残骸やばで靴変えました靴とかね冗談とか変えとか。<laughs> うわ、熱いっすね、それで、やば、ジョーダンとタバコのカートン買ったさ。<laughs> やばいっすね。すげーみたいな。ーチップやばーみたいな。めっちゃおもろかった。やば、うわ、そうなんだ。結構いろんなところやってるってことですか、じゃ。あ、結構、まあ、アメリカは、その、ダラスが。たまたま、そういう、その、同じ会社の。あ<ー>あ、先輩。その、パー、おしゃべり。 この人がいろいろなんかでお前の DJ 好きやからっていろいろやってくれたりとかで一応その海外で言ったら、うんえー、上海でもありましたええー、マジっすかあとドイツでもやったことあすやばっマジっすか全部おもろかったっすえー、えなんかいろんな国行ってると思うんですけど、はい、まあ多分比べるの難ずいと思うんですけどどの国がマジ厚かったとかあったっすかああそれは 普通にに遊びに行って,ってことですよねままあまあ DJ とか遊びに行ってとかでもいいしこの国が DJ してて <laughs>、はい、結構その自分が日本語のヒップホップにハマったきっかけもあるんですけど、はい、そのドイツで DJ した時が、はい、一番その結構食らった中に入る出来事があって、はい、その自分が呼んでもらったところで DJ してで結構いい感じに。 そのいつもの自分が自信のあるセットで挑んで、うん、もちろん US ヒップホップだらけの結構盛り上がってたんですよ、うん、よかったみたいなドイツの人にも自分のプレーで結構上がってもらったって思って、はい、で次の廊下ーーの DJ に勝った瞬間に、はい、そのドイツのヒップホップかけて、はい、その盛り上がってたら何倍もドーンってなって、えー、うわーみたいな。 すげえ、ドイツのヒップホップってこんなに盛り上がんねえ。はいはい、なんか自分結構その時、あんまり日本語のヒップホップ、まあ今ほどまだ流行ってない時期やったんで、日本、うん、のヒップホップがで、その日本のヒップホップかけても、まああんま知らんかったのもあるんですけど、はい、かけても盛り上がるイメージもなかった時期に、それ見て、はい、すげえみたいな、はい、自分の国のヒップホップこんな流行るんてやばいなみたいなで。で、それで自分がたまたま働いている会社が、その、はい DJ に向けて音源配信してるところなんでうん、うん、あこれ日本のヒップホップ載せた方が DJ にやっぱ音源って渡った方がクラブでは絶対かかるしそうですよね確かにっていうまあそういう出来事があって、はい、本当にドイツのヒップホップめっちゃかっこよくてそのもうめちゃくちゃ盛り上がってるのがすごい印象的でん,なんかそっからなんか楽曲作るっていうあ自分の何ていうんですかね自分の 国の言語で打ち上がる曲作りたいな、うん、っていうのはそのきっかけがああ、そうだったん、ね、ほんまにめっちゃビビるぐらい、結構盛り上げた自信あったんですよ。よっはい、はい、しゃ、やったったみたいな、やったったでぐらいの。 あみたいな感じで、はい、でんま、お前 <laughs> ローカーの DJ ちょっと見してみろやぐらいの、もう、賞味は中学とか、へぇーで、変わったら、その人がいきなりローカーの曲のイントロ、パーンかけた瞬間、さっきの、ドーンもう何倍もドーンってなって、へえーみたいな、みたいな、えー、いな <laughs> すげえみたいな、やっぱすごい<ー>、<laughs> そういう、なんか、日本でそういうのが起きるイメージが、その時なかったんでん、まあ、今やったらもうそういう曲いっぱいあるんですけど、うん、なかったんで、なんか、 ああ日本もそういう曲がいっぱいあればなみたいなんなんかやっぱその海外の DJ の人だと交流するにあたって、はい、なんかやっぱど話し合うんですよ、うん、お前がやった男ど何がウケるみたいな自分の国のヒップホップ何がかっこいい<ー>みたいな今人気のアーティスト誰なとか、はい、やっぱそういう話し合いするんで、はい、やっぱでもやっぱそのとその時のその音楽 その日本で流行ってた音楽とかと比べたら、うん、やっぱその再生回数の桁もちゃうんですよ。その時同時で流行ってた曲とかも普通に1億回回ってるとかかな。なとかいう,もうレベルやったんで。 ドイツのフェスにそれこそ今ローリング・ラウドとか出てるような、はい、もうクレジット一番上のアーティストが普通に来るようなフェスの中に、うん、そのローカルのめっちゃ人気なアーティストを混ざって、はい、めっちゃでかいフェスするとかヨーロッパに何個かあ,ありますしそういうのめっちゃええな,なそうですねなんか日本でもやってやみたいな <laughs> けどなんかそっこうと晴れるぐらいの再生回数を持ってアーティストがいっぱいいるドイツとか。 まあ再生回数だけでもあれですけど、それはやっぱ人気もそれに多分、アメリカでヒップホップがそのポップミュージックとして成り立ってるぐらいの感覚で、多分他のヨーロッパの言語のそうなてってたんですよね。日本ってあんまりそう、ようやくやっとだんだんそういうアーティストの方も増えてきて、今はすごい、その。 フェスとかも今そうですよね。けどなんかその当時はあんまり日本でもそういう、今ほどヒップホップ人気じゃなかったんで、めっちゃ食らったっていうのがそのドイツのエピソードですねうんうん、うん。なるほどね。<ー>いやドイツのルかか、ルシアノとかかります。ルシアノってやつがめっちゃドイツ熱いんですよね。<ー>俺もドイツす。あんま分かんないんですけど、彼女ドイツ人ですよ俺あ、そうなんです,んですよ。僕がいた頃に入ったのはバウザとか、ジ、はい、ンとか、あ,かあと UFO なんちゃうたいな。あ、そうそうそう。と あそうそうそうとか、なんか、まあ今僕ちょっと正直追いかけてないんですけど、その時流行ってたアーティストがそういうやつ、やばかったっすね。すごいっす。もう、その、歌い方がすごく、もう、うおーみたいな、ってか分からんけど、みたいな、すげーみたいな。当時、その、そっから学んで、あとのギグは他の、その、同一のアーティストも入れながら、DJ してたら、めっちゃ盛り上がる。ああ、ほっすか。 その時に一番一緒に残ってたのは d j イーズってやつがいてあのあいつ誰やったっけヤング MA やヤング MA のツアー DJ なんですよヤング MA のツアー DJ のやつと一緒に現場一緒になってそいつもめちゃくちゃやばい DJ ですよレッドブルーのスリースタイルっていう大会で そのアメリカで優勝してるんすてやばでそいつと一緒 DJ した時にめっちゃ緊張したんですけど、うん、なんか意外と僕の方がローカーの曲をまだもうめっちゃ準備してたんで、うん、同じぐらい盛り上げれて <laughs> うわ<ー> <laughs> 耐えたみたいな <laughs> そうなんですね <laughs> <laughs> うわーそっかえちなみにじゃあ結構あの US 日本のヒップホップとかもっと他になんか注目してる あの地域とかったりします。地域か。わかんない。でも U. K. とかじゃないですか。あ、やっぱ U. K. ですか。かっこいいですね。かっこいいですよね。A. J. トレーシーと同い年なんですよ。あ、そうレんシーは死ぬほど好きで。あ、いいっすよね。めっちゃ好きっすね。大好きっすね。まあ、でも U. K. のアーティストさんめっちゃかっこいいと思います。僕が好きな U. K. のアーティストで、J. o n って人がいて。あ、好きっす。J. o n とかもめっちゃかっこいい。すなんか、まあ、そんなに。 深くはディグレてないですけど、うん、まあ、UK とかもめっちゃええなって、えー、ヨーロッパのヒップホップって結構かっこいいなって思よね。フランスとかも、まあ、全然アーティスト知らないですけど、うん、なんか普通に YouTube サーフィンしててうん、うんお、すげえヨーロッパのかっこいいヒップホップいっぱいある。ドイツ行ったきっかけがやっ、ヨーロッパのヒップホップかっけえ<う>とか、まあ、あるし、最近は、最近は。 最近は何チェックしてるのでもなんか僕結構、その日本で活動してるインターナショナルアーティスト結構チェックするん好きですけど、はいええ。え、俺も知りたいです。誰か有名、なんか有名じゃないけど、えっと、なんかおすすめの人とか。僕、ああ、まあ、それこそ、はい、その、今、もう僕もリンクしたんですけど、はい、えっと、それこそ、チョパカポーンとかもそうやった、はいうとこいすごいない思って、はい。いいっすよね。1> 僕一人やばいやつ見つけて、やばい,、はい、いやつ見つけてっていうか、教えてもらったんですけど、はい その、ペルーの方かなそのプレイソンの友達なんですけど、はい、えっと、ハチ、ハチェって思うんかななんかめっちゃかっこいい、いい子見つけて、このハチェ・ベベって人なんですけど、見ていいすかこの曲とか、日本で撮影されてるんですけど、はい この,この子レゲトンとかそっち寄りので,、ね、でも日本大事めっちゃかっこいいんすよ、ね。あああ <laughs> <music> <music> なんかこの方とかも、うん、その、プレーソンの友達でみたいな、なんか、普通にこ日本に住みながら音楽活動さえしてみたいな、結構その、日本って自分、結構その、いろんな方たちと交流して、DJ させてもらったりする中ですごい、結構インターナショナルな地域とかも多いと思うんですよ、ね。はいはい、そうそれこそ さっき言った DJ 寛治くんって方の地元を遊びに行った時とかはすごいそのグリーンキッズとかありますあ,あ、知ってます知ってます。キッズのコーラにあってでその子らがそのポルトガル語とかでフリースタイルしてるのとか見てすげえみたいなとかそういうの見たりしたりやっぱ結構そういうなんか日本も意外といろんな 国際豊かなカルチャーとかあるんやなってなってそこからそ,のそこをルーツに持ったアーティストさんとかが今めっちゃ出てきてると思うんでなんかそういう意味ではなんか、はい、日本も結構いろんなカルチャーがあって面白いな結構ここ23年自分が持ってるところで<ー>なんかそういうところで、はい、なんかかっこいいアーティストさんとかなんか。 結構いたりするんで、うん、そういう人なんか見つけるのめっちゃ好きです、ね。ええー、いいっすね。結構いると思うんです。そ,れそっか。はい。全然自分チェックしてなかったんで、はい、ちょっとチェックしようと思いました。かっこいいですね。レゲートンとかもあんまないですもんね。あ、僕も別にレゲートンがめちゃくちゃ好きですけど、めっちゃ詳しいとかじゃないんですけど、はいはい、だからたまたまそう日本を拠点に活動してめっちゃうん、うん、すごい音楽としてレベルの高いことやってるなって人。はい 見つけたらおおってちょっとすげえってなる、ねはい、そうですね、はい、あそうなんだ、えー、ちなみに今結構ヒップホップ盛り上がってるじゃないですかやっぱ、はい、日本とかもやっとこう,こう波に乗ってきてやっとって分かんないですけど自分の感覚裸感でこう来てるなと思うんですけどどうですかね動き的にどういうふうに見ててどういうふうになっていくと思いますいやー難しいっすよ、ね、そうですよねなんかまあでも日本は日本での流行り方っていうのはあると思うんで、はい、その それは人がその人が好きになるか好きになるかは別として例えばそのフリースタイルのバトルとかも結構まあアメリカにもあるっすけどなんかそういうフリースタイルのラップのカルチャーとかも多分全然そのまあ僕はそこにはいないっすけどそういう流行り方もあるじゃないですかそうですねとかそういうそのクラブでかかるような音楽を作ってるアーティストもいればそういうなんかリリーシストな日本語の美しいところをラップにして やってはるアーティストさんもいるので、はい、なんかそことかも日本でしか入らない方法やと思うんですけど、でもそれが日本人に刺さったら多分めっちゃ広まると思う。そ,うそれこそ、ねなめ、なめだるまさんとかも確かにこれやと思うんですよね。だから、どういう入り方をする、まあ、僕はでも,も多分。 英語ができる子がだんだんは増えてくると思うんで、そこでいつかそういう本当に海外のでかいアーティストさんとかとがっつりコラボして世界的なヒットができたら、うん、できるような世の中になればいいなっていうのはめっちゃ思うっすね。すねなんかそういうアーティストさんも絶対いる、増えいても日本にいてもおかしくないと思うんで、はいはい、なんかそういう感じにもっとメインストリームな音楽になればなっていうのは。はいう まあ、思いますね。まあでも、正直なところは、やっぱ、かっこいい音楽が、はい、まあ、かっこいいと思えるヒップホップの音楽がもっと日本でメインストリームになればな、っていうのは、正直なところなんですね。そっちの方が DJ でも書きやすいす、ねまあ、そうですよね。いろんなクラブで。確かに確かに。まあでも、まだ流行るんちゃうかなと思うんですけどね。はい、まあでも、ちょっと、 難しいっすよね。国民性もあると思うんですけど。あるっす、あるっすね、絶対。そっか。やっぱり基本的に、僕がずっと追いかけてきたんが、アメリカのヒップホップが多いんで、なんかそこの感覚だけで見ると、やっぱり、その、全然、まあ、すごい難しいんやろな。うん、そっか。っていう感じはしますね。ちなみに、ユースのヒップホップはどういうアーティストが好きっすか あで僕はやっぱり今ハマってしまうのはやっぱりなんか僕結構ミーハーなんで結構ーやしクラブで遊ぶ好きやしクラブで DJ する好きなんではい、はい、もうなんかクラブで抱えそうなアーティストばっか聴いてます、ね、お<ー>もうほんまにそれこそでもアーティストラッパーで好きなん誰あれ僕でもドレイクめっちゃ好きです、ね、あードレイクはめちゃくちゃかっこいい、ね、いやまあそうですね ドレイクはまあもうヒップホップトップと言ってもいいぐらいですね,すね、普通に。ドレイクは好きです、ね。はいはいはい。そうかそうか。ドレイクのどの曲が一番好きだったか知ります絶対かけるプレイ曲とかあったりします。プレイ中にみたいな。プレイ中に。僕でも、さほんまに、うん、めちゃくちゃ最近ので言ったら、あの、あの、わ曲名忘れて思った、あの、21サーベスと出してた、えっと、ジミ、えー、ジミーなんちゃんみたいな。なんだっけ、恥ずかしい。

そんな感じのやつしね、そんな感じのやつとかちょっと。チェイコールフィア。それ、オネストリーネバーマインド。あ、オネストリーネバーマインドで全然ドレイク好きちゃうやん。<laughs> ちょっとはず。<laughs> <laughs> まあでもそのジ、ジェミークック・ジェミー・クック。はい、でも、んやろうな、僕結構昔のやつやったら、フォーエバーとか。ああ、そうですよね。はい ククラシッだこれからあのちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、DJ としてはどういう風に活動していこうかなっていう個人的な目標はあっこれ,かこれからも週末は変わらずクラブでクラブ DJ しながら、はいうん、もちろん曲もその相方の優斗と,と一緒にいろんなアーティストさん交えてクラブヒットとかも出していきたいなっていうのはい。 っていうのではい。皆ささん見てくだえちなみにやってみたいアーティストとかいます客1に迎えてみたいアーティストとか一緒にやったやついっぱいいるんですけど、はい、わいっぱいおるなめっ,おるっ、ね、めっちゃおるすねめっちゃおるすかめっちゃおるからちょっと今すぐ出てこないんですけど、はい、でもまあ一個言うとしたら、はい、まあここ,このポッドキャストに出演した人と今作ってます、はい、えマジっすか、はい、わ誰だろう超楽しみマジっすか うわそれはいつぐらいに出るかとか決まってるっすか決まってないっすね。でも<ー>言うてる間にスタジオには一緒に入るんで、マジすかそんなにあの遠い未来ではないと思いますね。近い将来、アカン出したのか思って。やばいっすね。出し思ってます。おちょっということで、はい、これから誰かわかんないですけど、俺もたあの個人的に楽しみにして。はい チェックさせてもらうんで、皆さんもぜひぜひね、ぜひぜひっちゃたぜひぜぜぜひひひチェックしてもらって、ちなみにソーシャルとか、なんか SNS どういうリンクとか基本的に全部ドープオニングで。D-O-P-O-N-I-G-I-R-I てるんで。了解です。TikTok、Instagram、Twitter、Twitter、全部皆さんコネクトできると思うんでね、ぜひぜひチェックしてもらって、曲もねいろいろ出しちゃうと思うんでね、ぜひ皆さんチェックしてください。 はい、お願いします。ということでね、今回、本当にありがとうございました。いします面白いいいい話ろろ聞完璧でしたこんなんでででししし <laughs> したたた最高っことでまま皆さん次回のエピソードでお会いしましょうピースピース